今回は以前ご紹介したこちら、ロイヤルチンチラオリジナルチンチラ専用砂ロイヤルビューティーを試してみたいと思います。これ以前プーの1歳の誕生日の時に買ってきたんですけど、結構視聴者さんからもこれのレビューをしてほしいっていう声がありました。なので今日はこれを使ってプーに砂浴びをしてもらおうと思います。結構ねプーはね砂わかるんですよ。なんでだろうね。全く入れ物違うんだけどね。砂がわかるのか、この入れ物が気になるのか、ちょっとわかんないですけど。はい、今日はこれ試してみたいと思います。はい、今回のこれですね。なんか袋の中に袋があるんですよね。すごいしっかり管理されてますね。さて、こちら。もうプーもだいぶ気になってるみたいなので、まずは開けてみたいと思います。おお。なんかあのジッパーっていうのかな、タイプになってますね。じゃあ開けてみます。プー開けていいかな。開けられないな。ちょっといい？結構ねプーは砂浴び大好きなのですごいんですよ。砂を見るともう興奮具合がすごいんですよね毎回。ちょっと待ってプー、開けさせて、とりあえずちょっと開けさせて。指挟むよ。今回これ量は 500g で、なんかこれよりも大きいサイズのものもありました。まあ、お試しも兼ねて今回は 500g を買ってます。おーっと、ちょっと待って。ここには入れないよ、さすがに。この中には入れない。砂ですね、こんな感じになってますね。わかりますかね？なんかこれもラメが入ってるみたいですね。すごいよ、プー、これは。かなり、キメが細かそうだよ、プー。はい、じゃあこれ、いつも、プー専用砂浴びの容器なんですけど、これに、ロイヤルチンチラさん専用の砂を入れてみたいと思います。ロイヤルビューティーですね。もうね、プーがね、これを見たらね、もう砂浴びだってわかるので、大興奮してるんですよね、今。そして、これに砂が入ってるのが、わかってるから、大変ですよ。ちょっといい？入れさせてもらって、サラサラ加減とかちょっとレビューしたいな。いいかな。見て。袋を上から見るだけで結構ねキラキラ加減がわかるんですけど、こういう中こんな感じになってます。はい、じゃあちょっと入れてみます。結構サラサラしてるんじゃないかな。うわー、目が細かい。プーがもう見てる。すごい、なんかもう入れる段階で、おー、すごい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 。これはなかなかキメが細かいですね。もうプー入っちゃったけど。気持ちよさそう。はい、じゃあ少しプーの砂浴びをご覧ください。
今回のロイヤルビューティーなんですけど、グレーとベージュの間ぐらいの色味なんですね。なので砂浴びをした後もそんなにね、砂浴びしたっていう感じの色にならないんですよ。なんかプー見てもらうと分かる通り、ほとんど変わってないんですね、色自体は。自然な仕上がりになりました。で、キラキラ度合いなんですけど、今まで使ってたやつはもう本当になんかキラキラしてるっていう、ラメってるねっていう感じだったんですけど、これご覧いただくと分かる通り、全然そんなことないですよね。まあ、多少キラキラはしてるんですけど、もう自然な仕上がりでした。質問の回答は僕の主観がかなり入っているので参考程度に聞いてください。今回のご質問はこちら、砂浴びはどのようにさせているのでしょうか。私は家の中へ入れておくとトイレにしてしまうので部屋んぽ中にさせています。しかしそうすると近くにペットシーツを敷いていても出てきた時に思いっきり走り回るので、その範囲を超えて砂が舞ってしまいます。掃除機をかければいいのですが、夜に動くというのもあり、それができずに困っています。砂浴びのさせ方など教えていただければ幸いです。はい、こちらのご質問くださった方ありがとうございます。プーの場合なんですけど、砂浴びをさせるのは基本的に夜間じゃなくて早朝、朝ですね、8時ぐらいにいつも砂浴びをさせます。僕が朝8時ぐらいに起きてプーをケージから出して部屋んぽするんですけど、その時にある程度部屋んぽして満足した後に、プーはいつも砂がある場所に行って砂浴びしたいっていう風に主張し始めるんですね。で、そしたら容器を持ってきてこの場所に置いてプーに砂浴びさせるんですけど、ある程度部屋んぽをさせて満足してから砂浴びをさせるので、砂浴びが終わったらいつもケージに返す時と一緒でラクトバイトなどを上げながらケージの中にそのまま返して閉めます。で、これで部屋んぽは終わりですね。これはもうだいぶ長いことこのやり方でやっているので、プー自体も理解していて、砂浴びが終わったら部屋んぽも終わりっていう認識でいるので、特にこう走り回ることもなく、おとなしくケージの中に帰ってくれます。ただこれは毎回朝の同じ時間帯にルーティーンのようにやっているので、急にこうパッとやってできるものではないと思うので、もしこう走り回っちゃうっていう方は、同じように同じ時間帯に部屋んぽをさせて満足した後に砂浴びをさせてケージに返すっていう、この一連の流れをチンチラちゃんに教えてあげるといいのかなと思います。多分最初は慣れないからあっちこっち走っちゃったりすると思うんですけど、ずっと同じことを繰り返してると結構覚えてくれる子が多いと思うので、ぜひ試してみてください。この他何かご質問がある方は動画のコメント欄に書き込んでください。これは共有した方がいいなと思うものに関しては動画内でお話をさせていただきます。